花月園競輪場。花月園競輪場は、かつて、神奈川県横浜市鶴見区に所在していた、競輪場である。鶴見駅前の丘の上にあり、競輪ファンからは、小山と呼ばれた。開催時の主催は、神奈川県競輪組合、神奈川県横浜市、横須賀市による一部事務組合で、施設所有は、花月園観光株式会社。実施は、日本自転車競技会本部競技部。 旧、南関東自転車協議会。実況は、東京電説工業の西山栄一が担当。場外施設を除けば、横浜市内唯一の公営競技場であった。花月園競輪場は1950年5月18日、当時、東洋一と言われた旧花月園遊園地の跡地に、開設された競輪場の歴史については、花月園観光の項目も参照のこと。 1989年は日本選手権競輪が、1997年は共同通信社杯競輪が、2001年は全日本、選抜競輪が、2006年にはオールスター競輪がそれぞれ開催された。記念競輪、議員が行われる年は11月に喫花商店を行うのが通例となっていた。2009年は次期移動で9月10日より開催。また年に一度、 伊藤茂配送争奪戦が開催されていたが、これは現役時代はオールスター競輪を優勝するなどビッグレースで活躍した伊藤茂るを称えて開催されているもの。その他にも年に一度南関横浜ロイヤーズカップが開催されており、これは横浜弁護士会に所属し、競輪を愛好する弁護士の方々を中心とした集まり、館内愛臨会の共産名称である。 マスコットは2001年に K4062 の公募の中から名付けられたカモメのラッキー・カゲツくんで、それにちなんでラッキー・カゲツくんカップが開催されていたとバーチャルイメージガールのカゲツエン・アスカ。また競輪場のテーマ曲があり、ダカーポが歌唱した。2004年の7月からは A 級ツイントーナメント前半がジャックトーナメント後半が クイーンズトーナメントの名称で実施していたが2005年12月23日をもって終了した。2007年より下記の開催では最終競争を17時30分以降に繰り下げた白母競争での開催も行われたが、これはこの競輪場は照明設備を有さず近隣の川崎競輪場や平塚競輪場のようなナイター競争が見できないため、照明設備を用いないで、 ナイター競争に近い形で開催できるようしたものである。なお白母競争開催時は電話投票は全レースナイター対応銀行のみ投票可能となっていた。また平塚競輪場や松戸競輪場開催を中心としたナイター場外発売も行われており、その場合に限り特関席を無料で開放していた。トータリゼータは日本トーターを採用しているが集計システムは 東和のみ、業務提携先である NEC 独自のシステムを使用しており、オッズや払い戻しなどのモニター表示は多情と異なっていた。民営の施設であることから、各種のロケーション撮影における施設の貸し出しを積極的に行っており、特に映画、マルサの女や、菊次郎の夏では、場内の様子が映し出されている。 一周は400メートルで直線の部分はやや短いが、形状に癖はなく、走りやすいバンクとされる。高台に位置するため風の影響を受けやすいが、高台の最高地にあるため風向きは、競輪場のスタンドによる影が最も大きく、建物のない1センターから2センターの間を風が往復するだけでなく、建物の隙間がある4コーナー側からも風が吹き込んだ。 大画面映像装置は2コーナー側に設置されていた。なお開催終了後は、川崎競馬場に移設され、パドックシアタービジョンとして稼働している。以下は営業当時の場外車検売り場である。2003年度は G2 東大座線が、2006年度は G1 オールスターが、当地で開催されたため記念競輪はなし。花月園競輪場は、神奈川県横浜市。 横須賀市の各自治体が個別に主催していたが、平成期に入ってから売り上げの落ち込みが顕著となったことから、1998年には、これらが神奈川県経輪組合を組織し効率化を図ってきた。だが、数年来の過月園経輪における経輪事業の経営状況悪化から2009年4月より、神奈川県の外部組織にあたる、 神奈川県警林組合あり方検討委員会が設置され加月園での和解祭の存廃を検討した。その結果、県警林組合と加月園観光が共に数十億円の累積赤字を抱えている上、地理的な要因などで施設改善などの収益増加策を立てられず、さらに加月園観光が当時の契約条件における業務包括宅の更新に難色を示している。 ことなどが報告された。同年9月15日の会合において委員会は黒字転換の見込みが立たない状況では、過月円経輪での事業存続の理由が見えないという報告書を豆18日に主催自治体及び県経輪組合に提出した。このため、神奈川県経輪組合以外が主催運営の引き継ぎを名乗り出ない場合、 花月園競輪場が廃止される状況に陥り、12月に神奈川県競輪組合が2009年度の最終開催日となる2010年3月31日を、モテ開催から撤退することを決定したため、花月園競輪場の廃止が決まった。主催の神奈川県競輪組合が、川崎競輪場及び小田原競輪場も主催していたことから、廃止時に2バレ、各年ごとに、 過月園記念にあたる開催を行うことを検討し、競輪統括団体のジャカから5年間の特例措置として議員の開催が認められたため、2010年度は川崎競輪場において2010年11月に過月園メモリアルイン川崎2010として、2011年度は小田原競輪場において2012年2月に被災地支援過月園メモリアルとして開催された。 その後も2012年度は川崎競輪場、2013年度は小田原競輪場でと2話で、各年ごとに過月園の名館したレースを開催していたが、2014年度の開催をもって5年間の特例措置が終了した。このため、神奈川県競輪組合は収益の柱である議員開催がなくなり今後の運営は厳しくなると判断したことら、2014年度末と、 なる2015年3月31日をもって、組合を解散することを決定した。過月円経輪上廃止後の組合収益は14億円で、あったが、うち8億円は、ジャカの特例による、有予金の支払いに充てられ、残りは、組合結成時からの債務返済などに充てられたものの、最終的な累積赤字は48億円となり、組合結成時の規約で定めた比率により、 神奈川県56、横浜市28、横須賀市16の割合で負担することになった。なお記念のほかに、関杯として開催されていた伊藤茂杯は、小田原競輪場に、南関横浜ロイヤーズカップは、川崎競輪場にそれぞれ移動して行われている。下月園競輪場での開催廃止を受け、神奈川県は、下月園競輪場関係権誘,誘致等の利活用に、 かかる検討会を立ち上げ、跡地利用について検討することになった。検討会での会合では、競輪場南側の高層マンションも有給化していることから、下月園の敷地とともに、土地権利関係の整理を行った後、都市再生機構により一体的に大規模開発を行い、その中で横浜市が中心となって、防災拠点としての整備も行う方向でまとまり、 2010年12月24日に検討結果の取りまとめとして公表されている。具体的には、県あり地7.1ヘクタール、選手の宿舎などがあった、下月園観光者有地0.9ヘクタール、隣接する有給地2.4ヘクタールの敷地において、都市再生機構を主体とした、防災公園外区整備事業、防災公園周辺市街地の整備を行う方向で、 検討されている。なお、施設所有の加月園観光は、競輪場の廃止直前、土地所有の神奈川県に対し、借地権確認の訴訟を起こしていたが、神奈川県が加月園観光に和解金10億円を支払う代わりに、加月園観光は、神奈川県に訴訟の対象とした、競輪場の権利をべて無償上とした上で、未払いの土地賃借料を支払うことで双方が合意し、 2011年4月に和解が成立した。これにより、下月園競輪場と、その敷地は、一旦、神奈川県の所有となった。その後2015年3月に、UR 都市機構が競輪場などの敷地購入と、開発の詳細な事業概要を公表した。それによると、主に競輪場側の敷地を地区公園として整備し、線路側の傾斜地を住宅地及び道路として、 開発する方針が立てられている。なお開催が終了してからも自転車競技場として残されていた施設は2015年11月23日のイベントをもって閉鎖された。今後は施設などを取り壊した後に一体の開発が行われ、6年ほどで全ての工事を完成させる予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。